道玄坂 TV 配信編、道玄坂カフェのですね、通常営業中によくこういうテーブルの配置でお客さんを迎えているという形ですね。カウンター席もありますし、テーブルをこのように大きく出している場合もあります。とりあえずは通常営業中であっても連絡をしていただけると、ボードゲーム用に大きなテーブルを用意したり、人狼用に周りに人が座れるようにしたり、モンスターハンターのオフ会のような形で少人数で固まって電源を配置して、そのまま遊べるようにしてみたりとか、いろんなことをやってますので、一本連絡いただければいいと思いますね。あとはですね、ソフトは持ち込みになりますが、家庭用のゲーム機も何台かありますので、それをいつもカラオケで使っている周りにあるモニターで、あれちょっと上すぎますね、周りにあるモニターに直結して実際に、持ち込みしていただいたゲームで遊んでもらうということもやっています。あとは来てるお客さんが良ければカラオケ使ってもらったって構わないんですけども、ボードゲームをやってるときはちょっと無理ですよね。はい、そんな感じでございます。ぜひぜひ道玄坂カフェの方に、通常営業の最中でも何人で来ますよ、何人して遊びますよというご一報をいただければ、こちらの方でお席の方を用意させていただきますので、連絡いただければと思います。道玄坂 TV